KQ700 系電車はかつて、京浜急行電鉄に在籍した通勤系電車である。1967年から1971年に、かけて4両21編成、84両が製造された。本校では、京急本線上で南側を、浦賀方、または、浦賀より、北側を、品川方、または、品川より、東側を、海側。 西側を山側と呼ぶ。編成番号は、裏側方戦闘車の車両番号で代表する。1000系は1959年登場の1000系、800系は1978年登場の800型を、400系は1966年の開板以降の400型を指す。700系の全面自車線内普通列車用として、設計、製造され、 高度経済成長を背景に混雑が激しくなった、ラッシュ時の停車時分を短縮するため、K9 発の片側4、扉車とされた。全車電動車の線型に対し、製造当時の私鉄各社の数制に倣って、コストダウンを目的に、編成の半分の車両を非電動車とし、先頭車が制御電動車、デハ700系、中間車が不随車、 左派770型となった。出力 150kW のモーターを採用、粘着性能向上のため電動車の車長を、付随車より1メートル長くする構造が取られた。1000系の2両1ユニットに対し、700型では、電動車はユニットを組まないが、電動発電機、空気圧縮機などの一部補機は付随車に搭載されている。 電車電動車の線形4両編成に対して、付随車を編成中に組み込んだことで製造コストが、編成あたり同じ4両編成で800万円安価で、あったとされている。ラッシュ時は、MTM の3両編成2本で、日中は、MTM3 両編成で普通列車に運用する、設計構想だったが、1967年に、MTTM の4両編成で、 最初の5本が製造されている。登場後数年で、設計構想通り、MTM 編成となる予定とされていたが、終始、MTTM 編成のままで1971年までに21編成が製造された。設計構想と異なる状態で製造、運用されたのは、液ホーム延伸などの対応が遅れていたこと。 すりかけ式駆動車もまだ普通列車に多数運用されていた。当時の状況では 700KMTM 編成に見合ったランカーブを採用できなかったことが理由とされている。当時の京急の発注方針に基づき、車体、台車、主要機器は2車に分けて発注され、最終製造車を除いて東急車両製造性の車体には、等急製の台車、 東洋電気製造製主要機器の組み合わせ。川崎車両から川崎重工業の一部、以下、川重製の車体には三菱電気製主要機器の組み合わせで製造された。また、最終製造車を除いて両車が1、1となるよう発注されたため、裏が型2両と品川型2両で製造車が異なる、編成が3編成あった。 最終製造者では1971年以降、製造の線型などと同様機器ごとに各社が分担して製造する方式に変更された。1953年以降、京急では、車体製造者が設計した台車を採用していたが、700型では、車体製造者に関わらず共通設計の台車が採用されている。 700系外観正面窓が小さい1967年製造者の、例1967年製造者とそれ以外の窓の違い1967年製造者は、開閉窓の角が角張っており、戸袋窓と開閉窓の可変高さが揃っていない、正面貫通式、1 2 0 0ト、mm、ル幅の、片開き片側4扉、と赤窓2枚、車端部窓1枚、 運転台後部窓1枚の窓配置が取られた。ドア間窓2枚のうち1枚は、戸袋窓であり、H ゴム指示の固定式である。もう1枚は上下の窓が同一寸法の二段上昇式となり、全開できる構造となったため、保護棒が設置された。700KS 設計時に、横浜駅で8ミリカメラを用いて、乗降にかかる時間を測定し、 片開き扉と、両開き扉では、乗降にかかる時間に大差がないことが確認されたこと。片開き扉には、重量低減、補修費削減の効果がある上、製造コストが1両あたり製造時の価値で100万円、下がることから、700型では片開き扉が採用された。側窓は取り付け高さを1000型より50ミリメートル、高くし、高さ900ミリメートル、 幅 900mm となった。窓高さ 1000mm の線型に対し、二段上昇式の窓すべてを幕板部に収納することで窓を全開できるようにしたため、窓上辺高さが 50mm 低くなっている。1967年製造者は窓開口部の大きさを、戸袋窓とそれ以外の窓で合わせたため、外側から見ると、 窓枠分飛袋窓がそれ以外の窓より小さくなった。扉窓は、最終製造者以外その他の窓に合わせて線型より、天地寸法が小さなものが採用されたが、最終製造者は線型と同じ、扉窓となった。電動車の全長は付随車より1メートル長くされ、電動車と付随車の客室面積をほぼ同じにすると、共に、 電動車の重量を重くすることで粘着性能の向上が図られた。正面は1967年製が高運転台構造とされ、運転室、車掌室窓は横長の縦 670mm 横 750mm となった。運転室の床全体を上げると乗務員の乗降に支障するため、床高さは客室と同一とし、 踏み台が運転席に設けられた。正面は上から見て半径4000ミ、mm、リメートルの局面で構成され、貫通扉も同じ曲立に仕上げられているが、ガラスは平面ガラスとされた。全消灯は無塗装のカバーをつけたシールドビーム埋め込み式とされ、交換が車内からできるよう全消灯位置が下げられたほか、貫通路を非常用と位置付けたため、 貫通ホロアク、渡り板は設けられなかった。中間物摩面には線型と同様幅1100ミ、mm、リメートルの貫通路が設けられた。線型に比べ中間連結面交代角の縮小など工作が簡略化されている。線型で採用されていた上屋根は廃止され、FRP 製の強幅のカバーが設けられた。 この二つの設計変更は1968年以降の線型にも反映されている。当時の京急標準色である赤に白帯に塗装されたが、総下編に白帯上演を合わせたため、線型より帯が5 0ト、mm、ル状になっている。1969年生以降製造者は高運転台構造をやめ、 線型と同一のガラスを使用したため、全面形状が異なる。側窓も外側から見た大きさが一致するよう、戸袋窓が若干大きくなるとともに、角に丸みが設けられた。700系運転台冷房改造後の写真だが、改造前後で大差はなかった。内装色は線型などと同様に壁が快力色、天井が白、座席が青、床色が、 薄緑となった。座席は一人当たりの幅が 400mm のロングシートで、立ち席面積を広く取るため、奥行きが1000型より 50mm 浅い 500mm、座面は1000型より 30mm 高い 450mm とされた。荷棚は1000型より 50mm 低い位置に設けられ、天井は丸屋根で、換気装置は1 0のファンデリアに対し、 首振り扇風機となった。運転台は線型とほぼ同一の左手でマスコン、右手でブレーキ弁を操作するレイアウトが採用された。ここでは製造時の主要機器について述べる。冷房改造後は冷房改造の項にまとめた。主制御装置、主電動機当時の京急の発注方針に基づき、最終製造車を除いて、等級製の車体には、 東洋製主制御装置、主電動機駆動装置が、川車、川重製の車体には、三菱製主制御装置、主電動機駆動装置が搭載されたが、最終製造車では、主制御装置が、三菱電機製、主電動機駆動装置が、東洋電気製とされた。主制御装置は、デハ700型に搭載され、東洋製は、 ES-763A 種制御装置、TDK-819 系種電動機に、中空軸たわみ多式軸型継ぎ手が組み合わされ、歯車比は84,17とされた。三菱製は C、CB-26C-10 主制御装置、メガバイト -3070 系種電動機、たわみ、歯車型軸継ぎ手が採用され、 定格回転数の違いから、歯車比は82,19となった。150kW 電動機の採用により、MTTM 編成の低速域では、摩擦限界から線型より性能が劣るが、高速性能は線型を上回る。MTM 編成であれば、起動加速度も線型と同じとなるため、全速度域で1000、K、以上の走行性能を発揮することができた。 東洋製 PT-43 系、両系パンタグラフが、その他機器の製造者にかかわらず採用され、デハ700系の連結面寄りに装備された。制動装置は、デハ700型が、発電ブレーキ併用電磁直通ブレーキ、サハ七770型が、電磁直通ブレーキとされた。台車 TH-700 系、台車線型などでは、 車体メーカーが設計した台車を、それぞれの車体に採用していたが、700型では、川崎車両設計を基本とする、後半溶接ウィングバネ式 TH-700、軽台車を、東急車両、川崎車両の両者が製造した。製造コスト抑制のため空気バネは採用されなかった。電動車用、付随車用は、バネ定数が異なるが同一形式とされた。 駆動方式の相違による、主電動機掃加方法の違いのため、東急車両性は TH、TH-700T、革車、革重性は TH、TH-700K と製造車の頭文字の、サフィクスで区分されている。電動発電機、空気圧縮機左ハ 770K 前車に、 出力交流7.5区場の電動発電機1台と AR-2 回転翼式電動空気圧縮機1台が搭載された。電動発電機は隣に連結された電動車の機器メーカーに合わせ、東洋製 TDK-365、三菱製 MG-131 が採用された。最終製造車の電動発電機は全車東洋製とされた。 700型は、全車電動車の線型に対し、製造を当時の私鉄各社の数勢に倣って、全車電動車方式をやめ、コストダウンを目的に、中間車を不随車とした、車種構成となった。先頭車が制御電動車、デハ700系、中間車が不随車、サハ770系である。では、電動車を、サワ、不随車を、ハワ。 普通座席車を指す略号であり、形式名の前のカタカナ2文字はこれらを組み合わせたものである。主制御装置を搭載する制御電動車である。奇数番号が裏側より、偶数番号が品川よりに連結され、両者とも運転台とは反対側にパンタグラフを搭載する。ドアは全車運転台と反対側に向いて開く。 裏方、品川方の先頭車で、車体は反転しているが、床下機器は反転していない。1967年から1971年にかけて、デハ701デハ742の42両が製造された。京急で初めて付随車として製造された形式である。電動発電機、空気圧縮機を搭載し、編成中間に2両が組み込まれたが、 三両編成の中間車として設計されているため、電動発電機、空気圧縮機は三両分の容量を持ち、二両とも同一設計である。左派770型には速度に応じて制動力を切り替える装置が設けられ、空気制動を常用するため一体圧円車輪が採用された。ドアは全車裏が型に向かって開く。 1967年から1971年にかけて左派771、左派799、左派770、左派761、左派769、左派760、左派751.752の42両が製造された。形式番号は MTM 編成とした場合の出派と左派の両数比率を反映して付与されたため、 変速的なものとなっている。703編成700型で最初に製造されたグループである。正面が高運転台で窓が小窓であること、側面開閉窓隅の R がないことが特徴である。当初 ATS 列車無線が装備されていなかったが、1970年に設置されている。補助形的として電気笛が装備されていたが、 1980年頃までに撤去されている。705編成の扉部には枕木方向に吊り革が試験的に設置された。731編成1968年は7 0 0系の製造はなく1年明けた1969年に製造が再開された。高運転台をやめて通常の運転台構造となったため全面窓が 下方に1 0 0、mm、トル拡大され、外観の印象が変わっている。運転席腰掛けの高さが3段階に変更できるようになった。前面窓は線型と共通のものとされたため、貫通扉窓の天地寸法が他の2枚よりも大きくなった。開閉側窓隅に R が設けられるとともに、戸袋窓の天地寸法が拡大され、車体外側から見た窓開口部の大きさが、 海閉側窓と同一となった。乗務員室扉、正面貫通扉がステンレス製に変更された。車内では座席掛け込みがステンレス無塗装となり、運転台維切り部の車高膜がアルミ製車庫板となった。高運転台車に装備されていた電気笛は採用されなかった。製造時から ATS 列車無線を装備している。 寒冷樹の保温対策として、中央部2カ所のドアを閉め切ると平板原装置が設けられた。1969年11月に、川崎車両が川崎重工の一部門となったため、1970年製造車から製造車名が変更されている。1970年製造車では、車内の何年か推進のための設計変更が行われた。 サハ 770K の番号が799に達したため30両目は770、31両目以降は760番台に不満された。733編成はドアブレール方向に釣り革を増設した。711.713編成ではシートを持てるのにビニールレザーが採用されたが汗でべたつくことからすぐに 一般的なモケットに変更されている。741編成1986年1月景品、川崎港町間にて700系の最終製造車であり、全車川崎重工で製造された。佐波770型は769,760,751,752と不番された。今回の製造車では、主制御装置が、 三菱電機製、主電動機、駆動装置、電動発電機が東洋電気製とされた。各機器の形式は前回までの製造者と同一である。同時期製造の線形同様、対抗性鋼板が外板などに採用された。客用ドアが線型と同じものに変更され、窓の点地寸法が拡大された。室内では乗務員室仕切り扉が、 ステンレス製に変更されたが、客室側は壁と同色に塗装された。乗務員室仕切り扉下部の通風口が廃止され、仕切り扉の遮光膜がアルミ合金製の遮光板に変更された。製造後すぐにドア部に吊り革が増設された。700型には運用中に各種改造が施されている。 1976年頃に車内広告釣りが増設された。車内の車号板が広告で隠れるため、車号板がつまめに向かって左側に移設されている。ブレーキ周の摩耗うで車内が汚れたため、1977年に全車の車内が再塗装された。1974年10月のダイヤ改正で朝ラッシュ時に、 最も混雑する普通列車に700系6両編成が投入され、同時にオイルショックに対応した節電ダイヤで日中に3両編成の普通列車が設定されたため、これに運用される700系3両編成が組まれた。1974年10月11月に729.731、739.741の各編成から、 サハ770系偶数車が外され、編成から外された。サハ770型は、栗浜工場に留置されたが、車両が傷むため、後に、金沢検築に移動している。1975年5月に727.733編成も産業化され、1975年6月に、外された。 サハ770系6両が2両ずつ線形1013、1021、1009の各編成の3両目、4両目に組み込まれ、6両編成となった。裏型に連結されたサハ7 5 2 7 6に7 7 0の電動発電機、電動空気圧縮機は取り外された。線形4両にサハ770系2両を組み込んだ6両編成では、 加速度が著しく低下し、扉数が異なることから、都営地下鉄1号線上入り運用にも、充当できないため、1975年9月に1009編成が1025編成から転用された1139-1140を、11月に1013編成が1041編成から転用された1217-1214を、 品川よりから3両目、4両目に組み込んで8両編成となり、8両編成の裏側よりから5両目、6両目に左派770型が組み込まれるよう変更された。1021編成に組み込まれたサハ、左派752、左派760は1978年3月に編成から外され、線形、左派770系混性の6両編成は消滅した。 六両編成時の加速度は弱めかい自立を25%から20%に変更した状態で秒速0.58メートルに同じ条件の八両編成で秒速0.67メートルにだった八両編成は組み込まれる線形編成を何回か入れ替え左派770型も入れ替わりながら本数を増減させ1980年2月まで 運用された。左派770型は 800K の増備とともに、原編成に復帰し、1980年2月までに、全編成が、製造時の編成に戻っている。MTM3 両編成は3両編成及び2本、組み合わせた6両編成として運用されたほか、1976年3月から1979年7月まで3両編成で、 空港船でも運用された。1967年製造車に取り付けられていた。電気笛は1980年頃に撤去され、同じ頃705編成と707編成にそれぞれ異なる仕様のものが取り付けられた。705編成と同仕様のものはその後全営業車両に採用された。初期に冷房改造された車両の例通常の運転台に改造された。 急行運転台車、いつみ駅1980年から1988年にかけて、冷房改造が行われた。冷房能力1 2 2ットの三菱 CU-126 系冷房装置を各社3機搭載、f r p 製通風機が撤去された。冷房機を均等に搭載するため、 先頭車の誘導無線アンテナが非冷房時代の運転台側に受信用、中央側に送信用から前後逆配置に変更され、パンタグラフ脇のヒューズも車両中央側から車短足に移設された。左ハ770系の冷房装置は品川型によって搭載された。側面に電動式種別膜、方向膜が取り付けられるとともに、 正面角膜の電動化が行われ、角膜の指令装置は品川方先頭車車掌台に設けられた。膜が取り付けられた部分は上段窓が固定化されたが、その他の側窓は全開する構造のままとされたため、窓の保護棒は残された。妻窓が上下段上昇から上段加工、下段固定に変更され、窓の保護棒が撤去された。 冷房改造により、デハ7 0 0系の全高が 4050mm、自長が35.0トンに、サハ770型がそれぞれ4 0 0 m、mm、m 28.5トンとなった。デハ7 0 0系の車輪が一体波打ち車輪に交換されている。品川寄りに連結される、サハ7 7 0系偶数車に搭載されていた7.5区場電動発電機と、 電動空気圧縮機を撤去、代わって800型と同一の容量100くばのブラシレス電動発電機、東洋製 TDK-3320A が一台搭載され、編成前車の冷房用電源と品川より二両の低圧電源とされた。裏側よりに連結される、左派770系奇数車に搭載されていた7.5くば電動発電機は残され、 裏側より2両の低圧電源用とされるとともに、偶数車から外された電動空気圧縮機も奇数車に搭載され、2大搭載となった。この機器配置の変更により、サハ770系1両を外した3両編成とすることができなくなった。7.5クバ電動発電機は三菱製に統一されている。デハ700系パンタグラフ下の冷気吹き出し、 口天井は高さ2 2 0 0ト、mm、ルの平ら天井となった。非冷房時代と同様に一両に5台首振り式扇風機が設置されたが、線形冷房改造車のように回転速度を落とす、改造は行われず、非冷房時代と同じ回転数とされた。暖房用電源は直流1 5 0 0トから交流2 0 0トに変更されている。内装は、 全面的に張り替えられたが、色彩は変更されていない。扉類、ケコミータなどが、ステンレス化されていなかった車両については、ステンレス化が行われた。当初は朝ラッシュ時の特急増結用として1980年、1981年に711から721の6編成のみが改造され、後1984年に729編成が、 追加改造された。1985年10月冷房改造出場の707編成から本格的な工事が始まり、行き先表示器 SPC 方式化に伴う地色の黒色化、電気連結機付き密着連結機取り付け準備の実施、戦闘車さん側の冷房指令、自動幕指令用ジャンパ線の廃止、電子系的の設置などの使用変更が行われた。 701から709編成は、高運転台から、標準の運転台に改造され、711編成以降と同様の全面窓配置となった。側面窓形状は変更されていない。1988年度改造分は車側等が LED 光源に交換され、1988年9月出場の735編成で工事は完了した。 ATS 故障時や ATS がない構内で速度超過防止のため1981年から1985年にかけて速度超過防止装置が設置された。1982年から1985年にかけて保安ブレーキを取り付ける改造が行われた。いずれも一部編成は冷房改造と同時の施工である。 対接ブレーキを設置する改造が1998年に施行されたが、同年に廃車された715.717、編成には施行されなかった。1986年から1988年の定期検査入場時に冷房車を対象に、ドア部分に吊り革を増設する工事が施された。一部編成は冷房改造と同時に施行された。 連結作業の省力化のため、1988年から1989年にかけて、電気連結機付き回り古式密着連結機への交換が行われた。冷房改造時に連結機交換準備工事が行われなかった編成についても準備工事が順次、施行された。715.717721.72E9 の各編成は準備工事を行わず、 直接連結機交換工事が行われた。品川型戦闘車のジャンパ戦時は交換後の定期、検査入場時に撤去されたが、後の事故復旧工事の際に、ジャンパ戦受け跡を撤去した706以外、ジャンパ戦時跡は、全編成に残っていた。1000型では非常用中間連結機は、戦闘部会側床下に搭載されたが、700型では、 側面階側床下に搭載された。1996年8月に発生した、踏切事故でデハ706の台車が損傷したため、同年10月から翌年7月までの間、サハ776に線系廃車発生品の OK-18、OK、台車を取り付け、サハ776用の台車を、電装の上でハ706に転用していた。 復旧工事と同時に出破706のジャンパ船跡が撤去されている。705編成は OK、ok マイナス18台車装備中、主に大支線で運用された。2003年以降残存した8本は、京急蒲田駅付近の連続立体交差化工事の安全対策として、同年4月に、川窓下段が固定された。 700型が本線で運用されたのは2003年7月までであり、短期間のための工事となった。通勤解凍で運用される700系1986年、京浜川崎駅にて、通勤解凍の折り返しを、営業運転した下記の臨時解凍1984年8月北、栗浜駅付近にて700系設計当時、京急本線の普通列車は、 朝夕ラッシュ時には、計26分の停車時間が、ダイヤ上設定されており、3、扉車を4、扉車で置き換えることで、停車時間が2割、5分程度短縮できると見込まれていた。700型に続いて500系の更新車、800型で4、扉が採用されている。設計時は、MTM の3両編成2本で、ラッシュ時の普通列車に、 日中は3両編成で運用する構想だったが、駅ホーム延伸などの対応が遅れていたこと、吊り掛け式駆動車もまだ普通列車に多数運用されていた。当時の状況では 700KMTM 編成に見合ったランカーブを採用することができなかったことから、MTTM の4両編成で製造された。登場当初は4両編成で普通列車に運用されたが、 1977年6月から朝、ラッシュ時は線形系特急列車の増結用にも使用された。都営地下鉄1号線乗り入れ特急に増結される場合は、当初700系比例防車には、千楽寺以北の駅名の行き先表示が組み込まれていなかったため、行き先を表示せずに運転された。1978年6月のダイヤ改正で、 普通列車のランカーブが400型から700系 MTM に変更され、朝ラッシュ時の普通列車での運用が困難となったこと。同じ改正で、朝ラッシュ時の一部特急が8両編成で、都営線に乗り入れるようになり、品川止まりの特急用として運用されていた線形8両編成を乗り入れ特急に回す必要があったことから、700型は、 ラッシュ時の普通列車運用から外され、700型だけの12両編成で C 特急として運用されるようになった。それまで普通列車で運用されていた、吊り掛け式駆動車は、急行に転用された。海水浴輸送対応の柿ダイ屋では、品川に到着した700系特急も折り返し、三浦海岸行きとして運転された。 1970年代に存在した MTM 編成は2本つないだ6両編成で朝ラッシュ時の普通列車、急行に3両編成で日中の本線普通列車に運用されたほか一時期は空港線でも運用された。1981年の通勤開得運転開始時から7 0 0系4両3編成をつないだ列車も設定された。 1978年の正月ダイヤから釣り掛け、式駆動車に混じって、大支線での運用が始まり、当初は釣り掛け式駆動車と共用されたが、釣り掛け式駆動車の産業編成化の進行により、1979年に、大支線は700型に統一された。1978年の正月輸送から、大支線では、ヘッドマークが取り付けられるようになり、 700型には運用から外れる2005年まで毎年ヘッドマークが出され、1981年から始まった絵とをモチーフにしたマークは2周したことになる。何度か6両編成化の話はあったが、実現しないまま1998年から廃車が始まり、1999年8月のダイヤ改正で本線普通列車運用から、 本線運用からは2003年7月のダイヤ改正で外れ、2005年11月28日の大四線沿線の幼稚園児の大四線内貸切り運転で営業運転を終了した。最後の正月輸送につく723編成2005年1月東門前駅にて、経年による老朽化のため1998年から2005年にかけて夏季の順に廃車された。 上渡後の高松琴平電気鉄道1200系、電車先頭車22両が高松琴平電気鉄道へ上渡され、1200型となった。京急時代の番号と上渡後の番号の対象は、下表の通り。ありがとうございます。